どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンがですね無事延長されましたので、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。ということで、 ANA マイルのね交換率が実質 93.75% ということで、かなりね好評だったねドットマイル増量キャンペーンなんですけども、このね ANA マイルに関してはキャンペーン延長になってるんですけども、 JAL マイルはですね交換開始キャンペーンがですね始まってしまいましたので、今回のねドットマイル増量キャンペーンは JAL マイルはねなくなってしまったんですよね。この点はねちょっと残念なんですけども、 ANA マイルね貯められている方はですねポイントサイトハピタスねメインで今後もね利用することができるのではないでしょうかね。実質の交換率は 93.75% ですからね。それですね、キャンペーンの詳細ね行きたいというふうに思います。期間がですね2021年の4月1日から2021年6月30日までっていうふうになっております。こちらエントリー必須のキャンペーンというふうになっておりまして、 ANA マイルのね実質の交換率は 93.75% っていうふうになっております。でですね、今回のこのキャンペーンの特典のボーナスポイントの付与時期に関しては2021年7月中旬っていうふうになっております。本当にねこのキャンペーンねずっと延長されてやっているわけなんですけど、本当にねすごいですよね。 ANA マイルの交換率が 93.75% ですからね。他のポイントサイトでもポイントサイトからね東急ルートで交換すると 75% でね交換することができるわけなんですけども、ポイントサイトハピタスの案件をね利用していれば 93.75% で ANA マイルにね交換することができちゃうわけですからね、かなりすごいですよね。昔あったねソラチカルートっていうのがねあったんですけども、それでも 90% ということで、実質にはなるわけなんですけども、このドットマイル増量キャンペーンの方がですねポイント交換率はね高いんですよね。それでは次にですね、仮にねポイントサイトハピタスで1万円分の案件を利用して1万円分獲得した状態でですね交換した場合のね例をね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、こんな感じでですねポイントサイトハピタスに例が書いておりまして、ポイントサイトハピタスで1万ポイントね獲得して交換ができる状態であったとしますよね。でドットマイル増量キャンペーンに関してはポイントサイトハピタスからドットマネー、それで東急ポイント ANA マイルっていうねルートになりますんで、まずポイントサイトハピタスからドットマネーにね交換していただきます。その後ですねドットマネーから東急ポイントで、東急ポイントから ANA マイルにね交換していただく流れになります。でですねポイントサイトハピタスの1万ポイントがドットマネーに交換するとそのまま1万円分のポイントで、東急ポイントに交換していただくとそのまま1万ポイントになりまして、東急ポイントから ANA マイルにね交換するときに 75% になりますんで、 7500ANA マイルにね交換することができるっていった形になります。で右側の方にですねポイントバック分がね記載されているというふうに思うわけなんですけども、今回のキャンペーンね利用していただくと1500ポイントはですねポイントサイトハピタスの方に戻ってきてですね、残りの500ポイントはドットマネーにねポイントが付与されるっていうふうになります。でですね注意していただきたいのは、このドットマネーにね付与される500ポイント分なんですけども、こちらはですね付与されるのが7月の中旬にねこのボーナスポイント分ね付与されるわけなんですけども、これ付与された月のですねその月末が有効期限というふうになりますので、今回の期間のねドットマイル増量キャンペーンは7月の中旬にねボーナスポイント付与されるというふうになりますので、7月の下旬にはですね有効期限切れてしまうというふうになりますので、この点はね本当に忘れないようにねしていただきたいなというふうに思います。なぜかねこれポイントサイトハピタスのねポイントはいいんですけども、ドットマネーね付与されるポイントはですね有効期限がねかなり短くなってるんですよね。でですねドットマイル増量キャンペーンっていうねこのポイントサイトハピタスがね行っているキャンペーンのすごいところはですね、こちらはですねポイントサイトハピタスの案件をね利用する限り何度でもね利用することができるんですよね。上限がないっていうふうになりますんで、この点でもですねかなりねおすすめのキャンペーンっていうふうになっております。まあねポイントサイトの案件っていうのはポイントサイトごとでねポイント獲得数って違いますよね。なんですけども ANA 周りをねメインで貯められている方に関してはですね、獲得したポイントをね ANA 周りに交換した場合にですね何マイル獲得できるのかっていうのをですねぜひね検討してから利用ねしていただきたいなというふうに思います。仮にですね同じ案件があって他のポイントサイトがね
1万ポイントだったとしますよね。そうすると他のポイントサイトであれば東急ルートでね交換するっていう風になりますんで、7500マイルね交換することができるわけなんですけども、この1万ポイントがね他のポイントサイトで出てた時にポイントサイトハピタスがですね9000ポイントだった場合ですね、このドットマイル増量キャンペーンでね利用してポイント獲得ねしていただければですね、実質8437マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。もともとの案件のねポイントではなくてですね、 ANA マイルにね交換した場合のね獲得 ANA マイルでね検討ねしていただきたいなというふうに思っております。まあね ANA マイルに交換する場合だけにね限るわけなんですけども、 ANA マイルをね獲得されたい方であればですね、獲得数で見ていただいた方がですねお得にね利用することができるっていった形になりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、このドットマイル増量キャンペーンはですね、ポイントサイトハピタスの案件を利用していけば上限なくね利用することができるわけなんですけども、ちょっとね分かりづらいんですよね。もともとのポイント交換上限っていうのはですね1000ポイントっていう風になってるんですよね。ですけどもこのポイントサイトハピタスの案件を2000ポイント以上ね利用していただくと、利用したごとにですね1000ポイント上限が上がっていくっていった形になるんですよね。仮に1万ポイントのね案件を利用したとしますよね。そうすると1万ポイント利用するということは2000ポイントで1000ポイントのね上限が上がっていくっていう風になりますんで、上限が6000ポイント上がるっていった形になるんですよね。まあ、ちょっとね分かりづらいわけなんですけども、まあ、こういった感じでですね上限が上がっていくっていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなというふうに思います。それでですね今回のキャンペーンの対象外の案件がね一部ありまして、今から言うね案件は対象外っていうふうになりますんで、この点をね覚えておいてください。で対象外の案件はですね、覆面調査員をするモニター案件、それと楽天市場、あと楽天24、あとですね私プラス資生堂っていうねこういう案件がね、ポイントサイトハピタスにあるわけなんですけども、こちらはね対象外っていった形になります。まあ基本的にねこれ以外であれば対象っていった形になりますんで、ほとんどのね案件が利用できるかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンね解説させていただきましたけども、やはりね ANA マイルをね貯めるメインのねポイントサイトは、とりあえずキャンペーンがね行われている2021年6月30日まではハピタスでねいいのではないのかなというふうに思っております。もちろんね最高ポイントがねすごい離れたりすると他のポイントサイトの方がお得にはねなったりするわけなんですけども、まあ基本はねハピタスでいいんじゃないかなというふうに思っております。やはりね 93.75% で ANA マイルにね交換することができるっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。